肛毛症は、歯と歯あるいは歯と食物の過剰な接触により、歯のエナメル質や増下質に発生する慢性損傷。歯の物理的損傷の一つである。対合歯と接触する、歯の節縁並びに光合面に欠損が発生する。軽度で肛毛がエナメル質に限局している場合は白色になる。増下質まで達した場合、エナメル質と増下質の高度の差により、 周囲のエナメル質の肛毛部と比較して、増下質の肛毛の度合いが強まる。肛毛は慢性的に少しずつ進むため、第二増下質の形成により、歯髄空に達することは少ない。高組織疾患歯化蒸気の通り、歯と歯、歯と食物の過剰接触が原因である。進行には、食物の硬さや、歯の切開の進行度などの多くの要因が絡むが、 特に歯ぎしりや歯の食いしばりによって進行する。歯の欠損による口合の変化等。指針や診断用模型の作成などを行う。対合歯との接触部に欠損がある場合、容易に口毛症と診断できる。歯の形態の修正、口合口径の回復、隣接歯との関係の修復などを行う。歯それ自体の修復は可能であるが、 歯ぎしりや歯の食いしばりなどの生活習慣の改善を行わないと完全な原因除去とはならない。ABCDEFGHIJKLE 和キューラ P39ABCE 和キューラ P40 ありがとうございます。